経年劣化によるフローリングの傷みは張り替え以外の方法がないとお考えではないですか。張り替えによるコストのかかる長期間の大規模な修繕、富士微装の技術でコスト、時間、その2つを解決することができます。富士微装が採用しているボナダストフリーサンディングシステムと富士微装独自のノウハウによりフローリングの傷んだ表面を 0.5 ミリから 0.8 ミリ程度削り、再度塗装して仕上げることでまるで新品同様のように生まれ変わります。ワックスの蓄積、木の素地に染み込んだ汚れ、細かい傷、経年変化による退色、変色、フローリングの整備の処理など解消されます。低コスト・短納期が実現できるのはフローリングを削る工程で木粉が舞わないため、空調設備にも影響がないので養生の範囲が少なく、施設を利用しながらの研磨作業が行えるためです。フローリングの再塗装においても世界で最も厳しい環境基準であるグリーンガードゴールド認証を取得した塗料を採用しております。施工の依頼は住宅、店舗、幼稚園、保育園、学校、施設、ホテルなど無垢フローリングがあるところで採用されております。施設運用への負担を減らし、低コストでのリノベーションが富士微装の技術で可能になります。防寒の最後の手段、お気軽にご相談ください。